はい、バトスピのフリー対戦をやっていきたいと思います。はい、じゃあリキ君よろしくね。よろしくですね。これがリキ君が新しく組んだ忍法。忍者ですよ、忍者。今流行り流行ってんすか。結構つさっき何回か練習したけど結構強い。強いですよね。じゃあこっちはね、昔の最速デッキっていうのをねちょっと借りたんでね、こちらで戦っていきたいと思います。最初はグッジェンゲ、ほい、アイコでしょ、アイコでしょ。じゃんけん負けちゃったよ。じゃあ先行で、はい、ドロー、バースト、はい、じゃあ2コスト、はい、じゃあカチカチウサギで、ターンエンド、はい、じゃあ置いてとやろ。そしたらじゃあカエル出しますよ。はい、3コスト。じゃあ登場時に、はい、リザーブから、うん、じゃあボイドからコア1個リザーブに置きますね。早いな。はい、よいしょ。そしたらおしまいですね。はいよ、コアドロー、フレッシュ、1コスト、はい、じゃあキカザールをしょ。でミザールを、2コスト、 2コストで、2軽減で召喚。早いな。これを残さなきゃいけないな。よいしょ、エンド。はい、じゃあ行きますね。そしたら、はい、1軽減、どうぞ。忍びリカを、はいよ、はい、おしまいですね。はいよ、フォドロー、じゃあフィニッシュ。なんかいっぱいだった。で、エンドでいいんじゃないかな。はい、何もしてくれよし、はい、あー、ダメだなじゃあ、スケーゲン、はい、ちょっと、スノビリカをもう一回。はい、おしまいですね。そよくしたいんですけどね。ドロー。エコスト、イカザールを召喚します。結構、のかな。アタックステップ、はい、カチカチウサギでアタック。フラッシュいいですかね。どうぞ。じゃあ新速、はいよ、まあ、インコを出しますね。こいつ、登場した時にまず1体披露させますね。どうぞ。で披露で、はいよ、披露で、さらに、召喚コストにソウルカード使っていくと、うん、ワープをコアを1個自分が置けますね。オーケー、どうぞ。それでブロックするかなんですけど、受けますね。はいよ、エンドかな。はい、はい、じゃあよこらせて、そろそろ来てくれていいんじゃないかな。したら、はい、どうぞ。じゃあ3軽減4コスト、はい、どうぞ。あ、大きいのできた。で、こう、よいしょ、はい、で、2個乗っけますね。はいよ。で、召喚時に、うん、ボイドからフォアを1個ずつ自分のスピリットに乗っけられます。うわ、強い。忍びリカ、忍びリカに乗っけますね。はいよ、どうぞ。で、どうしよっかな。じゃあアタックしますね。はい、あ、待ってくださいね。こっちの来てますね。うん、じゃあアタックしますね。はい、じゃあ効果があって、うん、このスピリットのアタック時にソウルカードが置かれているときに起動します。うん、BP の1万以下の相手のスピリットか、寝かせるで、2万以下のスピリットを1体披露させます。じゃあ、この子にか。で、さらに披露させることで相手のライフを1点リザーブに置きます。はいよ。じゃあ忍びリカの効果があって、うん、忍風でソウルカーを乗ってるやつがアタックしたときに披露してあるスピリットを2匹で戻します。どうぞ。じゃあこことここハンドに戻しますね。はい、はい、でアタックです。で1万1000持ってますね。じゃあ受ける。ブロック時、はい、このアタックしてる相手スピリットと同じコストのスピリットを全て披露させる。お、ないね。ないですね。そしたら破壊時、はい、バースト。じゃあアルティメットショコだ。すげえ強いわけですよ。はい、はい、じゃあおしまいですよ。ここドロリフレッシュ。はい、そろそろ忍者引きたいんだよな。いや、草津引けない時点で負けじゃねいや、俺も忍者引けてないから一緒っすよ。バーストセット、はい、こっちじゃねえな。こっちかな。バーストセット、はい、
もう一体ピカザール、はい、これもいくつ、今1万1000持ちます。そうか、1万2000引けてもなんとかなるでしょ、分かんないけど、1コスト、はい、マテルウサギ、お、破壊時効果、ついてて、2コスト以下のスピードいったよ、コスト知らずに召喚できるよ。でアタックステップ入るね、はい、カチカチウサギでアタック、はい、そいつ2000か、どうしようかな、じゃあ3000で守りますね。 OK、 はい、じゃあ破壊された時、はい、デッキからワンドローする、はい、で自分のバーストをセットした時に自分のキースピード一体、回復させる作りになるから、で聞かざるの効果、はい、ワンドロー、聞かざるの効果ワンドロー、うらやましい、はい、はい、なるほど、じゃあマルティウサギでアタック、どうか、まあ2000しかないんで、あ、じゃあ相打ちしましょうかなって、あ、はいはいはい、はいはい、じゃあ破壊時効果、はい、手札にある2コス以下の、スピリットカード1枚をコスト支払わずに召喚できるよ、はい、で召喚時効果を発揮されません、じゃあ、あ、待てはいかれた、いやらしい、あ、ごめん、破壊した時ワンドローじゃん、すいませんね、はい、そう、受けようかないいっすか、いいっすか、いいっす、いいっす、大丈夫、大丈夫、どうせまた寝かせられて割られちゃうんで、やられちゃうんで、アタック、はい、その子いくつですかね、保護ですか、はい、この子は今1000しかないです、ね、あ、じゃあ2000で守りたいっすね、あー、破壊された、はい、効果ワンドロー、あ、ずりーよな、あれ、あ、こっちかな、アタック、ロックオン、おい、じゃあまくりますね、5なんでヒットですか、ね、ヒットした時に手札にある神聖を持つ自分のアルティメットカード1枚をコスト支払わずに召喚するよ、おー、神聖なんかいる、おー、いた、じゃあアルティメットリーンを、めっちゃ強そうな出てきた、じゃあレベル4で、はい、出まーす、じゃあここどうしますか、受けるしかないっすよね、はい、受けますねじゃあアルティメットリーンでアタックダブルトリガーロックオン、はい、2枚だね、はい、はい、5と5、ヒットしたとき、1回につきスピリットアルティメット1体を指定して、指定されたスピリットはブロックできない、ここかな、こことここかな、こことここだね、はい、あ、じゃあ、そんでダブル2回ヒットしたときさらにこのターン自分のアルティメット全ては BP を比べて破壊したとき回復状態に残るよと、おー、まあ1点ですかね、さあ何いけますよ、そしたらターンエンドじゃないのかな、どうぞ、はい、ん、1点、あ、ごめん、何ですか、こっちでアタックしなきゃいけない、じゃあ、はい、新速スバカゲロー、あー強い、1、2、3軽減の2コストです、強い日、はい、じゃあこの辺、この辺に全部乗っていくと、じゃあブロック、うわー、はい、じゃあターンエンド、じゃあターンもらいますね、もう死にそうなんだよなよし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 、これはまずいんだよな、そろそろ来ないかな、あの忍者、上忍者、はい、上忍者、忍者なんで、忍者なんで、そしたら経験1コスト、はいよ、じゃあラッパンサーを、うんうん、そしたらどうしようかな、どんどんやっていきますか、はい、軽く2個オカミを、はいよ、2経験2コストで、うん、でもう一回2軽減2コストで、なんかずるい、はい、はい、じゃあここでアタックしますね、はい、アタックします、あ、まあ疲労させることもできないんで、1点ダメージもないんですね、はい、じゃあ、はい、ライフで受けて、はい、じゃあバースト絶好標準、うん、炭だねはいはいはい、おしエンド、ブレイクして殴ってればバーストできたのに、防げたのに、そういやそうだね、ここはにわかののバレちったよ、リフレッシュプークス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 ク
2個2枚しか出ないんだけど、こうですね。はい、はい。おかしいな、おかしいな。あ、忘れてた。なるほどね。桃源郷の効果、操縦がスピリットが召喚されたときに自分はデッキからドローできるんで。おお、ずるいな、ずるいな。おお、引きたいんだけどな。じゃあアタックステップ、はい、入るのか。コアが足りなくね。どうなんだろう、こうかな。はい、手札何枚。やったー、絶好標準警戒されていいじゃん。アルティメット先でアタック。まあ守るしかないんだよな。はい、ブレック。あー、じゃあ破壊されちゃう。あ、やられちゃったな。あー、強えな。破壊時効果、スピリット1枚はコスト支払わずに召喚できるよ。おかしいよな。じゃあね、このエクスショコトラさんをね出すよ。で、ライフが減った時、あ、ライフじゃねえや、やられ、ニコスのスピードが破壊したとき効果、はい、ワンドロー、スドローか、効果ワンドロー、いいで、おかしいよな。これ関係ないね。オッケー、どうしようかな。じゃあショコトラさんでアタックロックオン。はい、あー、もうちょっと待ってよ、おい。ヒットどうしますかね。じゃあ手札からアルティメットリンさんを、しょうがないな、召喚するしかないな。はい、あー、かわいそうに。しゃあないっすよね、もうブロックするしかないよな。もうやろう。はい、カラクリオオカミでブロックしますね。はいはいはい。じゃあアタックロックオン、ダブル、ほらヒット、ヒット。じゃあね、こことここブロックできないかな。あー、じゃあこの子でブロックしようかな。あーれー、これそうっすね、アタックロックオン、ほいほい、あーれー、ここかな。あれ、じゃあ宇宙るしかない。やったニコスデッキ強いっすね。ニコスデッキ強いよ。いや、作った人が最強なんで、やっぱり昔のデッキ強いな。昔のデッキかっこ笑い。おかしいよな、新しいあのアルティメットとかいうカード入ってたな。いや、ドローできて楽しいっすね。どうできて楽しいっすね。昔のアルティメットっすか。ちなみにこのデッキはキングトレカの貸し出しデッキです。はい、貸し出しにボッコンか。プークスクスプークスクス。まあ妊婦次で許可されるから、そうですね、強化待ちっすよ。まあ、はいはい。ご視聴ありがとうございました。ナチュラルライチです。ご意見ご感想があればコメント欄にコメントをよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくね。